こんにちは、トムです。今回は、まあ、煉獄さんを使って、まあ、今回ね、未開の大地48に挑んで遊んでいこうかなと思います。はい。よろしくお願いします。で、編成は、エビス、キルユアアイドルを編成してやってますね。まあ、コピーのキャラクターを入れたら、まあ、楽になりますね。じゃあ、まあ、いいですよね。うん。まあ、一応、煉獄さんにね、コネクトスキルの書を使っているのであれば、もしかしたら艦隊の方がいいかもしれないけど、で、キルユアアイドルのいいところを教えると、超レーザーストップ持ってるんで、結構安定感は比較的にあるんじゃないのかなとは思ってます。あぶね、ちょっと見つけた。はい、こういうとこ便利だね。で、この破裂斬撃弾も割と強いから結構貢献してくれるんだよね。オッケー。いや、煉獄さんさ、個人的にね、最初モンストニュースで見たときは、微妙だなと思ったけど、これ強いね。で、エビスは、幻想界を持ってるから、この辺もね、結構優秀かなと思ってるかな。はい。で、鬼を倒すと爆発してきて、天使を倒すと、回復してくれます。なので、しっかりと回復ともしつつ、しっかりと、じゃあご処理をしていきましょう。そうしないと負けてしまいますね。はい。まあキルユアアイドルを入れるよりも、まあ、普通になんかあれだけどね、もうエビスを積んだ方がいいっていうのもあるかもしんないけどね。はい、どうだ。 OK、 回復して OK、 いいね。まあ圧倒的になんかエビスの方が良さそうかな、これは。なんか一応 SS 貯めるじゃんと思って入れたけど、 OK、 いいね。ここの突破ちょっとめんどくさいね。で、はい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 、この激死変換がちょっとだるいな。 OK、 OK、 危ない危ない。いや、これ強いな。いや、これは面白いな。ほい。いいね。OK、OK、OK。めっちゃ強いぞ。めちゃくちゃ強い。煉獄さん、やばいな。これ、マジか。あー、配置悪いな、これ。まあ、これはしょうがない。で、一応、貴族性耐性 M あるから、まあ、その辺ちょっと優秀っすね。これ SS 打つか。いや、打たなくて良さそうか。これなんか普通に。はい。マジ、エビス強いな。殴り強え。で、これどうしよっか。もうこれなんか、雑魚処理感覚で打っとく。はい。はい、 OK、 はい。いや、煉獄さん素晴らしいね。いや、友情コンボが通るところだとマジで煉獄さんクソ強いわ。はい、ということで動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとう。バイバイ。